メタルポジションとは、コンパクトカセットおよびマイクロカセットの各種磁器テープのポジション表示の一つで、コンパクトカセット用は IEC タイプ4と表示される。なお、本校では特にコンパクトカセットのメタルポジションについて記述する。メタルポジション用カセットテープの例1968年秋に、米国で先行発売された東京電機化学工業の音楽。 録音専用ノーマルポジション用カセットテープ SD が商業的に大成功を収めたことを発端に1971年頃から本格的に音楽録音用を記録メディアとしてコンパクトカセットが使われ始めクロムポジションやフェリクロムポジションも順次ラインナップされた。しかしノーマルポジションでは高い高音が出力できないほかハイポジションでは 重低音等が困難であった。それを解消するために低音、高音も出力可能なテープとして1978年秋に米国 3M 社よりスコッチのブランドとしてメタルテープメタファインが発売。翌年には TDK やソニー、日立マクセル、富士フィルム、日本コロンビアなど大手メーカーがメタルテープの生産を始める。そのため、 1979年はメタルテープ関連とも言われている。この年のメタルラインナップは11モデルであった。太陽カセットデッキ及びラジオカセットレコーダーは日本メーカーでは日本ビクターが先行開発し1978年冬に国産初にして世界初のメタルポジション6最太陽カセットデッキ KDA6 を さらに1979年秋には同じく国産初にして世界初のメタルポジション6最対応、ステレオラジオカセットレコーダー RCM70 をそれぞれ発売した。余談ではあるが一時期メタルテープを使用した高音質ミュージックテープがレコード会社から市販されていた。非酸化金属を使用しているため発売当初は錆びるのではという噂も流れていた。 そのため、湿気の少ないところが良いという都市伝説も流れた。実際に、テープには好条件であったが、実際、錆びることはない。しかし、傷や埃などの付着によるドロップアウトは発生する。当時の売りは、フェリクロムポジションは、ともかく、ハイポジションを上回る、保持力、残留時速が桁違いであったことなどである。上、タイプ4テープ、中、タイプ、 2テープ、下、タイプ、アイテープ機器側で、種類判別できるように背面の特定位置に四角い穴が設けられている。また、タイプ3テープは、テープの特性上、タイプ、アイテープとして代用可能なため、検出口は、タイプ、アイテープと同一となった。ノーマルポジションテープとは、次世代や特性が異なるため、何かしらの方法で区別するしかなかった。すでに、 ハイポジションには採用されていたもののメタルテープにも穴を使用するという発想がなかったため、1980年6月以前に製造、出荷されたメタルテープでは検知口がノーマルかハイポジの穴になっていた。オートセレクターの付いたデッキでは使用が困難であるが、メタルテープ発売当初の頃のデッキというのは、スイッチでイコライザー等を切り替える方式が主流であったため、 それほど困難ではなかった。中には、オートセレクターのついたデッキでも、強制的にメタルに変更するスイッチがついている、製品も存在した、が登場。カセットテープ自体の共振や、摩擦損失、変調ノイズなどを抑える役割をしている。また、MA やメトルック、MX、スーパーレンジ、DXM などのテープも登場。 しかし値段は46分であっても1000円以上と高かった。しかし1980年代末期からメタルハイポジションテープの低価格化が始まり、特に1986年夏に発売を開始したアクシアの標準クラスのメタルテープである XD マスターがメタルテープ低価格化の発端となり、メタルテープが幾分ではあるものの手軽に買えるようになった。 理由として、カセットハーフのスケルトンハーフ化、およびカセットハーフの部品点数の簡略化や、超音波溶着などによる製造コストの引き下げを中心としたメタルの生産が手軽になったことが挙げられる。その結果、価格は46分用テープで500円台まで下がり、当初とは比べ物にならないほどの値段となっていた。しかし、TDK の MAXG などの アルミダイキャスト複合型カセットハーフを採用したテープは絶版になるまで一貫して高かった。ソニーが最初で最後の最高級メタルテープとして1993年にスーパーメタルマスターを発売。発売当時の希望小売価格は46分用テープで消費税別2300円とこの当時の同社のダット用の120分用テープ DT-120RN の 希望小売価格、および MD 用の74分用ディスク、MDW-74 の希望小売価格よりもさらに高価であった。以降は、ソニー、メタル、XR、セディックス4 t d k クリング 4, ひたちマクセル、メタル CD、S、アクシア、J、Z メタルなどが最下級クラスを支えるメタルテープとして販売された。現在、 大手電気量販店で購入することはすでに生産終了となっているため不可能だが、リサイクルショップなどで未使用品の購入が可能となっている。なお、未使用品に関しては発売当時人気が高かった高価格帯の製品は非常に高額な相場になっている場合もある。今となっては廉価版メタルなどでも高価格で取引されていることが多い。 ソニーは1997年のセリクシブを最後にリニューアルを終了。販売は1999年頃までとなっており、日立マクセルやアクシアなども1998年にリニューアルを終了。こちらも販売は1999年から2000年頃となっており、最終的に TDK のみが最後のメタルテープを MAEX として販売を行っていたが、 2001年末にメタルの生産を終えたことで2007年までに流通在庫がすべて完売となった。この他、ダイソーなどに在庫として流れたこともあった。販売終了の理由としては、MD やだと CDR 等のデジタル系録音メディアが移行した iPod などのデジタルオーディオプレイヤーが台頭してきたことなどが販売終了の背景にあるとされる。また、 メタルポジションの6歳対応機として最後に発売された機種は2005年春に音機用から発売されたプレミアムミニコンポインテック205シリーズ用のカセットデッキ K-505FX であるメタルポジションテープは高性能すぎるゆえに再生するときのバイアスは50 μ S が良いとされていたがその場合従来型のデッキでは使用不可となってしまうため 70 μ s となった。広域モルの良さをスポイルする形だった。また、最大残留時速密度は3000から4800ガウス。保持力は1050から1300 l ステッドと非常に高いため、代用していないレコーダーで上書き録音しようとすると音が残る恐れがある。ハイポジションは稀に消去に成功することがあるが、メタルの場合は、消去は愚か。 ヘッド消耗を早めることになる。1978年に発売されたメタルテープは当初、検出穴を使うということが決まっていなかったため、オートテープセレクター搭載のデッキは、ノーマル、またはハイポジションと認識されてしまう。特に、最低でも超高質パーマロイヘッド以上の硬さを持った磁気ヘッドではない、普通の柔らかいパーマロイヘッドを採用した。 ノーマルポジション専用のカセットレコーダー、およびカセットプレイヤー、カーオーディオなどで再生した場合、かつてのクロムテープやテープの表面は鏡面化処理、されていない初期のノーマルテープほどではないものの、ヘッドの寿命が短くなる場合がある。ME、ME プロ、ME プローブ、ME ニュープロ、XF4 メタル、MM コンポス、MX、EM、アングラム MX、DU、 アングラム MADUME MTX MT AUKUS MT スタジオスタジオ X メタルプロイブ ZX カセットテープコンプリートブックありがとうございます